はい、どうも、白滝です。この動画の撮影日は6月の20日火曜日になりまして、イベント、プロスピトレジャーが登場してきたので、攻略と解説。無課金、美課金税は周回すべきなのか。A ランクの選択契約書を獲得することができるんですけれども、どういった選手を選ぶべきなのか、この動画でね、解説していこうかなと思います。今後もね、こういったプロスペースの情報に関して、どんどんね、投稿していくので、ぜひともね、チャンネル登録と通知、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。お知らせの方になりまして、前回から変更点があるので、まずはそちらから見ていきましょう。前回からの変更点、イベント開始時にもらえるコンパスとソナーの数を増加しました。システムに関するね、変更はありません。アイテムがね、増加しましたというお知らせが来ています。遊び方書かれているんですけれども、これはね、イベント内で話していこうかなと思います。イベントの終了日としては2023年6月23日金曜日の12時59分に終了します。いつもであれば15時に終了するんですけれども、1時終了ということは覚えてもらえればなと思います。イベント画面の方になりまして、攻略と解説やっていきましょう。試合をね、してもらいまして、シャベルを獲得。で、シャベルを使ってね、穴を掘ってもらいまして、財宝を発掘。で、財宝ね、3つあるんですけれども、コンプリートしたら、次のマップへ移動。これをね、繰り返していくイベントになっています。試合をしてもらいまして、シャベルを獲得、穴を掘ってもらうんですけれども、財宝に関してはヒントがあります。看板かモアイのね、マスを掘ってもらいまして、看板であれば矢印の方向に財宝、モアイであれば数字マスのところに、財宝があります。それのね、詳しい説明はこちらに書かれていまして、矢印マスの見方、上方向であれば縦一直線に掘っていけば、財宝を獲得することができます。斜めであれば斜め広範囲をね、掘っていけば、どこかに財宝が隠れています。数字マスに関しては、数字をタップしてもらえれば赤いハイライトが表示されます。一番最初の時ね、自分で数えないとね、引けなかったんですけれども、前回からの変更で、その数字マスをタップすれば、掘るとこがね、一目でわかるので、そのね、赤いところを掘っていってもらいまして、財宝を獲得していってもらえればなと思います。矢印マスが出たらヒントにね、近いマスから、発掘していけば、財宝をね、獲得することができます。その他ね、数字マスの攻略ポイントも書かれていまして、赤いハイライトのところをね、掘っていってもらえればなと。今回からアイテム数が増加しまして、シャベル3、すごいシャベルが1つ、コンパス2、ソナー2と、これのね、使い方に関しては後ほど解説していこうかなと思います。まず話していく内容が、報酬になりまして、今回累計報酬1週で A ランク契約書、2週10エナジー、3週で S ランク契約書の補助券で、4週でイベント限定 A ランク選択契約書、新戦力があります。で、5週目で 30%、6週目で20エナジーと。で、ランダムボックスがありまして、これに関しては、明日かな、爆速累計回収。で、ランダムボックスの内容、前回ね、プロスピパークで、確率がね、なんか変更されているという、情報があったので、今回ランダムボックスはどういったね、確率になっているのか、明日ね、検証した動画へ投稿していこうかなと思います。イベントで A ランク選択契約書を獲得することができるんですけれども、どの選手を獲得すべきなのか、一覧がね、お知らせの方に書かれているんですけれども、こちらプロスピトレジャー、新戦力としては、渡辺さん、古川さん、ヨーカーさん、翔水さん、大下さん、松岡さん、セリーグ、成田さん、笠原さん、大滝さん、おこいさん、トネさん、細川さんといるんですけれども、無課金、美課金税に関しては、投手を強化したいのであれば、大滝選手、打者を強化したいのであれば細川選手を獲得してください。この2名の選手に関してはセレクション候補になっていまして、限界突破要員のね、 A ランク今のうちに集めておけば、セレクション引いた時に、すぐにね、突することができるので、投手強化であれば大滝さん、打者強化であれば細川さん、獲得していってもらえればなと思います。その他の報酬、発掘、穴を掘ればコイン、スカウトポイント、スピンメダル、エナジー、試練チケットで、特訓コーチ、A ラン覚醒魂、ゴールド契約書、発掘コインなどを獲得することができます。財宝に関してはゲーム内のアイテムは獲得することはできないんですけれども、このイベントのね、アイテムなどは獲得することができます。
ここからはイベントの進め方について話していきたいんですけれども、まずはオーダー。オーダーに関しては育成したい S ランク、A ランク、B ランク、育成オーダーでやっていってください。次にやってほしいことが、特典付きのイベント長子くんザワールド開催されていまして、特典スタミナ回復か獲得選手経験値アップ、まあ、このどちらか選ぶことができるんですけれども、まあ、無課金美課金勢は選手経験値アップを選んで、まあ、選手育成していってもらえればなと思います。このイベントでは試合をしてシャビルを獲得するんですけれども、 V ロード試練チャレンジカップどこからやるのか、これはねいつも通りのチャレンジカップからやっていってください。まあ、今回410カップ、まあ、多分ね皆さん参加できると思うんですけれども、優勝報酬10エナジー、 S ランク特訓コーチ、 A ランク自チーム契約書、これねかなり重要でして、まあ、突要員獲得することができるので、無課金美課金勢は必ずチャレンジカップからねやっていってもらえればなと思います。でその時、まあ、専用オーダー作ってもらいまして、まあ、自走車でやっていってください。自走車で活躍ゲージ量を増やせば、その分シャベルのね獲得量も増やすことができるので、無課金美課金勢に関しては基本、まあ、自走車でねやっていってもらえればなと思います。その後はどこで周回すべきなのか、 V ロード試練、これはあなたのね状況によって変わってきます。選手をね大量に育成したいのであれば V ロード、まあ、試練のアイテム特殊能力を上げたいのであれば、まあ、試練大解放してもらいまして、試練のアイテム集めていってもらえればなと。まあ、これはねあなたの、まあ、状況次第で変わってくるので、まあ、選手を育成したい方は V ロード、特殊能力を上げたい方は試練へ周回していってもらえればなと思います。ここからは実際にやっていきたいんですけれども、まずマップを開いたのであれば、看板かモアイのマスを掘っていってください。でこちらねヒントが書かれていまして、上方向であれば、まあ、ここねタップしてもらえれば赤いハイライト表示されるので、まあ、このね順番に掘っていってください。まあ、どこかに財宝があると思います。まあ、これ一番上かな、ここに財宝があるので、まあ、3つある、まあ、全てねコンプリートしてもらいまして、まあ、次のマップへ進んでいってもらえればなと思います。その後どういった風にイベントを進めていくべきなのか、発掘アイテムが欲しい方は、まあ、左上から、まあ、右下から、まあ、順番にね掘っていってもらえればなと思います。累計報酬 A ランク選択契約書、まあ、30% だけね、まあ、さっさと回収したいという方は、まあ、こちらアイテム、コンパス、使用地点から一番近い財宝の方角がわかる、ソナ、使用地点から一番近い財宝の距離がわかる、まあ、これらのアイテムを駆使して、まあ、財宝だけ集めていってもらいまして、まあ、30% とか A ランク選択契約書、まあ、さっさとね回収していってもらえればなと思います。まあ、それでもうこれもね状況によるんですけれども、まあ、アイテム系などをね、まあ、大量に獲得したい方は、まあ、端から掘っていってもいいんじゃないのかなと。次に話していく内容がアイテムショップになりまして、どれから交換すべきなのか、穴を掘っていくことが一番重要なので、ドリル縦、ドリル横、あとはねすごいシャベルから交換していってください。でドリル横、ドリル縦のね使い方としては、マップのね一番最初に使っていってもらえればなと思います。まあ、自分ね、この右側掘ったんですけれども、この、ね、掘っている時にドリルは使わないでください。まあ、1マス分ね無駄にしてしまうので、絶対ね必ずマップ開始時に、まあ、ドリル系はね使っていってもらえればなと思います。すごいシャベルに関しては、まあ、このね 9×3×3、まあ、適当にね3マス掘ってくれるので、これに関してはいつでも使っていってもらえればなと思います。ドリルに関しては必ずマップのね一番最初のその時に使っていってもらえればなと。クロスピトレジャーのまとめやっていきたいんですけれども、まあ、育成オーダーでねやっていってもらいまして、無課金美課金勢は、まあ、自走車でねシャベルの量を増やしていってください。で一番最初にやってほしいのがチャレンジカップ、まあ、その後はねあなたの状況次第、育成したいのであれば V ロード、まあ、試練をね周回、まあ、特殊能力を上げたいのであれば、まあ、試練周回していってもらえればなと思います。で最後に無課金美課金勢はこのイベントを、まあ、周回すべきなのか、まあ、育成に関しては、まあ、100エナジーほどであればイベントを周回していってもらえればなと思います。まあ、エナジーもね獲得できる、アイテムも獲得できる、まあ、今現在経験値ね 1.2 倍にもなっているので、まあ、育成ははかどると思います。まあ、1.8 倍とトレジャーの組み合わせがね一番、まあ、効率はいいんですけれども、まあ、1.2 倍も選手をね育成することができるので、まあ、100エナジー、まあ、この後ねタイムスリップセレクション第3弾があるので、まあ、第3弾のイベントや、まあ、累計、まあ、ランキングをね周回したいという方は、まあ、1500ぐらいは残してほしいんですけれども、まあ、その他に関しては、まあ、100エナジーとか、まあ、120、まあ、80エナジーとか、まあ、使っていってもらいまして、育成ねしていってもらえればなと思います。
今回の動画は6月の20日にイベントプロスピトレジャーが登場したので攻略と解説で、明日にはまあランダムボックスのね確率は変わっているのか、まあ、検証動画など、まあ、投稿すると思うので、まあ、そちらもね見てもらえればなと思います。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録者ね、もうすぐ 4.5 万人なので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、この動画にね、高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。